ルートビヒ本ヘッセンダルムシタットは、ヘッセン大公家課長。ヘッセン大公、エルンストルートビヒと、その2番目の日のゾルムス法園ゾルムスリヒ公女、エレオノーレの間に次男として生まれた。ルートビヒは1937年に、イギリスの政治家、外交官、ゲッテス教の娘、マーガレット・キャンベル・ゲッテスと結婚したが、この時ロンドンで行われた。 結婚式に出席するはずだった兄、ゲオルク・ドナトゥスとその妻子母エレオノーレはイギリスに向かう途中の飛行機事故により不慮の死を遂げ、ルート・ビヒは兄からヘッセン対抗家の家長位を継ぐことになった。ルート・ビヒ夫妻には子供がなく、ゲオルク・ドナトゥスの3人の子供の中で唯一生き残っていたヨハンナを養女に迎えたが、ヨハンナは3歳になる前に死去した。ルート・ビヒは ヘッセン対抗家の家督を同族ヘッセンカッセル家のモーリッツに継がせることを決め、1961年にはモーリッツと養子縁組をしている。1968年のルートビヒの死により、ヘッセンダルムシュタット家は断絶した。ありがとうございます。